あ、どうもー。さっきはどうも。どうも。こんばんは。お久しぶりでーす。大丈夫ですかね？音声とか。聞こえてまーす。はい、ありがとうございます。それでは、今宵もやってまいりました。インスタライブ。静かしてます。第4回、北村夫妻です。北村夫妻です。北村夫妻でいいんですか？そうです。いいですか、とりあえず。株式会社コネクテコの北村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあその流れでざっくり自己紹介を、じゃあ北村さんからお願いします。サウンドデザイナーの北村です。金倉くんと同じ大学の一個下です。で出た後に、株式会社カプコンでサウンドデザイナーをした後に、で今この株式会社コネクテコという、ゲームサウンドを主にやってる会社を、立てて今に至ります。はい、はい、株式会社コネクテコの八重樫です。同じく金倉くんと大学が同期でいて、で卒業してカプコンに入って10年ちょこっとぐらい。そんななんだ。そうですね。でこっちに合流した感じで。そこはもうあれですか、もう会社の中にそれがあるんですか。それがある。すごいですね。そこでコントロールルームで、ここで主に、うん、ゲームのサウンドの調整とかをしてる。はい、そのモニターに映像とか映してつけていくとかっていう感じ、 MA とかもやっていく。そうですね。大体ここの部屋が、7.1 チャンネルの環境になっているので、こちらで、はい、最大7.1までの、インゲームのミックスとか、あとはカットシーンのミックスとか、うん、あと MA の仕込みとか、ここでやっちゃってます。ちなみに多分知らない方が多いので、 MA とは何でしょうか。はい、MA とはすいません、なんか専門用語が出てきてしまったマルチオーディオっていう、言葉の略で、いわゆる映像の、映画みたいな、こうゲームの中でも映画みたいにこうムービーのシーンがあると思うんですけども、そういう映像に対して、効果音とか音楽とかをこう当て込んでいく作業、あとボイスとかとかをこう当てていくような、作業、それを、マルチオーディオ MA っていう風な感じで僕らは使ってます。これ、業界によって、専門用語が同じ言葉でも微妙に意味違って使ってたりすることもあって、僕らはそのカプコン出身なんで使ってる用語がカプコン方言って言われたりとか そうなんだ。会社ごとにあるっていう感じなんですかね。だから外出てからこの用語このまんまじゃ通じないみたいなことが結構あって、放送業界とも違ったね。違うし、うん、同じゲーム業界とか他のゲーム会社さんとかだとまた全然違う言い方してたりとか、そうなんだ。うちも映像会社でやっぱりやってて、 MA ってやっぱり音に、映像に音楽をつけたりとかする作業を MA っていうので、割とカプコン寄りっていう感じなんですか。うん、近しいですかね。MA っていうのもそもそもミックス、最後のダウンミックス、ファイナルミックスのことを MA っていうところ。だからまあ、ファイナルミックスというのはお客さんに物を納品する最終段階、もう最終って感じですかね。なるほどですね。音楽とかだとダウンミックスとか、ダウンミックスで、ミックスダウンとか、落としとか、なんかいろんな用語で言われますけど、皆さん音楽とかいろんな楽器があると思うんですけど、それらを最終的に一つのなんていうか CD とかデータにする際に、各楽器の音量とか揃えたり、各声とかに響きをつけたり、なんかそういうエフェクトっていうんですけど、そういうのをつけたりして、バランスよく整えていくことがミックスっていう
感じのやつです。はい。めっちゃ水族で先生やってます。あ、そうなんの？やってます。あ、そうなんだ。そのスタジオちなみに、あれ、昔あれ、関西にね、住んでなかった？住んでました。住んでました。だよね。そこは、引き払いました。まあ、そう。5年ぐらい住んで。売却しました。そうあ、そうなんだ。そこがあれか、なんか Facebook とかいろんなと、投稿してた時に作ってたスタジオになるっていうか、はい。あ、ここがですね。そうね。そう。それはどこに、都内ですか、ね、ここは、上野です。東京都の台東区上野。ちょうど東京芸術大学の、裏手にあります。あ、すごい、ど真ん中。あ、そういいですよ。もう、どんどん、絡んでください。絡んでいってください。こういろいろやってくださるから。あ、そうなんだ。専属に今、まあ、こういう状況だから行ってないかと思うんだけど、行ってるっていう感じな。去年は普通に授業やってました。へぇー。何の授業？もうサウンドデザインの授業やってて。おぉ、すごい。MA とか。そうです。MA やってたりとか、あとは、一番最初にやったのはあれですか、なんかスターウォーズの映画のエピソード2かな、の冒頭かなんかのちょっと1分ぐらいをバツッと切って生徒ですって言ってるすごい今年からいいねいいね、うん、N 天堂様で働いてらっしゃる、うん、N 天堂様めっちゃ言ってるそうだよね。そのホームページね、見たけどさ、そのなんかポケモンとかさ、バイオハザードとかさ載ってたけどさ、その辺言っていいんだよね、ホームページ載ってるから。関わったタイトルは一応言えるんですけど、うん、その中で何をやっていたかとかそういうのは、あ、そうなんだ。一応こういうオフィシャルな場所では言ってはいけないということなので、ホームページをご覧ください、ホームページご覧くださいのとこまでは言えるんですけど、その中の各タイトルで何をこうやったかみたいなところの細かいところは、各会社にちゃんと許可を取らないと言えない、なるほど。そこは言えないんですけども、なんかその普段どこでもどの案件でもやってるようなこととか、そういうようなことは言えます。そういうのをちょっと紹介していけたらいいかなと思います。じゃあ一般的にサウンドデザインって、作曲とかだったらなんかこの映像とかこの舞台のこういうところに音楽つけてくださいというオーダーのメールが飛んできたりオーダー表みたいなのが来るんですけど、はい、そのサウンドデザインとか効果音とかっていうのはどういう流れで依頼が来てどのように作成していくんですかね。依頼の流れは本当にいろんな、お話のいただき方があるんですけども、例えば、もうゲームタイトルを初めから最後までもうトータルパッケージでお受けして、その中で、ゲームの中 のサウンドシステムを作っていくところもやるし、サウンド その各 SE です、ね、を作るところもやるし、音作りをするところもやるし、あと実際する音を鳴らすっていう制御をするところもやるし、最終的にゲームの中で全部鳴った状態で、調整していくっていうところもやるし、でその中の仕事の一つとしてゲームの中にそういうカットシーンっていう映像のシーンがあれば、そこに対しての MA もやるっていうような、もう本当に全部やる場合はそんな感じでゲームの最初から最後まで作る感じと、あとは、各それぞれのパーツってその、ゲーム会社さん中の人でやってることもありますので、ほとんどやっていて、例えば我々外のスタッフに切り分けやすい仕事としてそういう映像の、MA っていうところは結構こう切り分けて頼みやすい部分の仕事になるので、なので話としてはこのカットシーンをこれだけの数でいつまでにやってくださいみたいな感じで話を受けたりとかすると、そういうような流れ、あとは単発の SE をそれぞれ作ってくださいとか、そんな感じです。一
一案件というか一つのゲームを丸々頼まれた時に、はい、大体 何種類というか何個ぐらい そのデータ数になるんですか、効果音数というか。分からない、はい、にもし数十から数万、うん、うわー分からない、分かんない、案件によってばらつきがものすごいあるんで、うんうんうん、あれ単純にさ、その格闘ゲームとかだったとすると、はい、まあ、殴られた音とか、何か扉を開く音とか、あのなんか、メニューを開く音とか、そういうやつってことでいいんですかね。そうですね、そうですね。そういう数限りないね。無数にあります。そうだから、うん、ゲームで言うとよく言うのは、あの曲以外のすべてを、うん、わっていうのはよく言われてる。そうですね、作曲以外は何でもやります、ね、何でもやります。声の調整もするし、へー、そもそも声の録音もやります、うん、すごいね。それは大体どれぐらいでできるものなの、期間は、うん、まあバラバラだと思うけど、案件量と、うん、大きいタイトルの、頭からケツまでで今までで最長4年とか。うわ !4 年は、うん、それはあれです。実際に、なんというか、この、働いている、間に、他の案件もこうやって並行して進んでいるんで、それにつきっきりっていうわけではないんですけれども、はい、まあ、4年ぐらいずっと関わっているみたいな、うん、ありますね。すごいな。まだ言えない案件では、僕らがそのこの会社を立ち上げた時からずっとまだ作ってるみたいなのもあるんだ。はあ、長い付き合いね。それはじゃあまだリリースになっていないっていう感じので、パブリックに処方すらまだされてないやつです。ああ、結構じゃあゲームが一本完成するのって、お客さんの元に届くのってだいぶじゃあ時間がかかるっていう感じなんですかね。へぇ、ね、に作ってるタイトルでもまあ最低でも1年は絶対かかるんだ。うんうん、そうなんだろうね。そのぐらいがやっぱり手伝う時の早めだったかな。早めなんだ。プロっていうそのゲームの一番本当の企画の一番最初の発足、うん、その瞬間から立ち会うことっていうのはほとんどないんですけど、だいたいチームが出来上がってきて、はい、そろそろサウンドの人たちも入れて動き出そうかぐらいのタイミングから僕らはジョインすることが多いんですけども、そのぐらいからで、最速でまあ1年ぐらいですかね。最速で1年だもん。その前に多分もう数ヶ月プリプロをやってるはずなんで、はい。出る側の企画の人たちとかは、うん、プランナーの人たちとかは多分もうちょっと早くから動き始めて、いろいろ、うん、準備をしてるんだろうと思います。すごいね。それだけ音を作っているとさ、なんか曲とかだと似てくるっていう現象が起こったりするんだけど、その効果音これちょっと似てきてんなみたいなとか出てきたら しないしないんですか、ね、やっぱり気にしてない。そうね、やっぱ似てようがなんだろうが、そのゲームのそのシーンのフィーリングに合っていれば別にいいと思うんで、うん、世界観とか、ね、世界観に合っていれば、うん、極論全く同じ音が別のゲームで鳴っていたとしても、うん、世界観を崩していなくて適切に鳴らしていれば別にそれはいいと思いますし、うん、そもそもゲームの音ってその音ネタが同じでも鳴らし方が違ったら全然その音質が変わってくるんで、うんうんうん、なんか音そのものが同じか同じじゃないかっていうのはそんなに大した話じゃない、うん、曲はやっぱり、ね、耳に残ったりとか、うん、メロディーがあったりとかするから、ね、気にされそうな気がするけど、うん、S は完全に単発だったりするから、でもよく聞く、うん、サンプルライブラリの音みたいなのは、はい、耳が反応しちゃうので、
あよく目立つ魔法の音とか、あるあるある。なるような音は、うんうん、あのスパークの音とかね、うん、すごい有名なスパークの音が。ああ、あの雷っぽい、しびれるときのやつみたいな。みたいな音があるんですけど、うん、あれは、どのタイトルでも使われてるし、なんなら、うん、あの日本のアニメでも使われてるし、うん、あのハリウッドの映画でも使われてるし、みたいな感じの、うん、もう、あるところで大体、あの、電撃スパークの音ネタはこれみたいな。ファンの人が好きで、ちょっと、あれを超えられないっつみんなこれ使ってるみたいな。超えたいよね、みたいな。テレビでもね、あるもんね。この番組で使われてたら効果音だとかね。その効果音って、あれ何かさ、例えばその実際のこう叩く音とかさ、何かあの金属音をこすったりとかして、実際にその何て言うんですか、物の音をマイクで拾って取り込んで作ったりする感じですか。じゃあ出番が来ましたね。おっ、やってくれるんだ。はい、みんなが大好き。すごい、青の人たちだとめちゃめちゃなんか有名な、あの今あの効果音業界で激アツの音響効果等です、うん、あるある。そう、もう一回うわ、あるあるある。うわ、すごっ。うわ、戦いもんであるよねそれね。え、それ実際鳴ってんの？実際鳴ってます。そうそう、これが、うん、こっちが鋼で、うん、こっちが軟鉄なんですけど、すごいな、かっこいい音、うん、同じようなものをこう、はいはい、持っといて、こいつを使って、例えばさ、その剣で何パターンぐらい作るの？わかんないです。ですよね。切り方とかね、うわ、それ自分たちで考えるの、やっぱり。そうですね。うわ、あと剣の身の部分はこういうのを使いますし、うん、あと動きとかに関してはこういう、まあ、よく売ってる剣ですね、うんうん、あのよくその辺の武器屋で売ってる剣ですね、うん、こういうのを。その辺の武器屋ないっす。そうですね、あの、本当に鞘からさ出すときにそんな音するしてるの、それ。そうなんです。これあの普通にそのまま出してるだけなんで、うわすごい、イヤホンだと本物だなこれ。あ、そうなんだ。あとこれがこの前八重樫さんの買った、はい、日本刀、日本刀のアルミ、うん、アルミ刀身、はい、すげえ。本当これはすっげえ軽いんです。ペロペロペロってもそういう、じゃあなんか素材になりそうなやつは結構さ、あのいっぱい、あれアンテナ張ってさ、買う感じですね。はい、ストーリーステージの見学行きましょうか。お、いいんすか。すげえ、今回すげえな。スタジオです。すごい、スタジオ、はい、ここまで来たな。ステージです。フォーリーステージっていうのは、こちらが効果音を収録するためのフォーリーステージという場所です。はいはいはい、スタジオです。ちょっとこんな感じになってて、で、天井が高いです。すげえ。めっちゃ高いね。めっちゃ高いです。すごいね。これ作ったんだ、全部。そうですね。で、うわ、こういう、あの、栗の、栗の皮をもらったんですけど、こういうのはこういうパキパキって音を、うん、ああそういうのも通るんだ、うんうん、あとは鎧の音を作るのにもう、うん、あのめっちゃよく使うのがコテ。ああ、あるある、なんか動いたりするときね。そうです、チャリチャリなるもんね。チャリチャリ、へえ。それを何、じゃあこれ八重樫さんやってよとか北村くんやってよとかってやってやっていく感じ。そうです。はい、すごい面白い。これもスライド動かしたりしてみて。
本当だ、本当に生の音撮ってんだ。そうですね。とかマイキングして、うん、あとはもうあのすごい安っちいので言うとこういう木の棒ですね、うん、はい、これがあるんですけど、こういうのを、おー、あるある、この音ある。おすげえ、すごい。今日も日あ、ここに棒の類は大量に、うわーすごいある、鉄パイプやらなんやらかんやら、ほんとだ、扉も、あとそう、扉があります。ほんと、あ、そうか、お、なんかまだスタジオ作り途中なのかなって思ってたら、こういう場所なんだよね。これは収録用の、こういう場所なんだ。あ、ある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 ね、こうやってやってんだ。それ叩くのもいろんなパターン取るんだよね。そうですね、これもあの裏側はあの築50年の建物から持ってきた古いとこなんですけど、ああそうか、そういう全然違う、さっきと、まあ、ゲームでもあれだもんね、なんか木造の家とか鉄筋の家とかになっちゃうもんね。そうですね、違うもんね、こういう、はあ、あとは地面もこういうふうに砂とかですね。あとこっちは草むらを歩くとき用の、うん、うわー、それ専用のやつなんだ、そこって気になってたけど。そうですね、ここが塩、うん、これは塩です。塩はあの、うん、雪の足音とか、あ、氷の上とか、ザクザク、あー、そういうのでやるんだ。え、面白いな。ここは今グレーチングがあるんですけど、その下が砂利です、ね、うん、砂利か、へえ、うわここはつるつる、大変だなこれ、とか線が、うん、あとはちょっと凹凸のある、石畳と、うん、あとはフローリングですね。へえ、これだけでもよく用意したというか、これはやっぱりあのあれ全会社のノウハウですか。そうですと、あと前の会社のノウハウと、あとはすでに 4D ステージを立てている他の会社さんとか、あとは、うん、ハリウッドの4D ステージで、やっていることとか、うん、いろんなノウハウを、うん、持ってきて、やっていると思います。すごい。そういうところに見学しに行ったりしたの。あ、そうです、そうです。素晴らしい。こちらが収録用の素材がいっぱいあります。うわー、すごい。服もこんな感じで。うわー、ほんとだ。いろんな足音を取るようなとか、うん、あと布類、はい、上着とかですね。あとなんかいろんな金属のパーツやらないやら。ないやらない。そんなにあるんだ。大きいものはこっちに脚立とか、いろんな、さらに大きいものは外に置いてあったりとか。すごいね。え、これは作ってる時ノイローゼになりそうだな、それ。ね、歩く音でもいろんな踏み方にさあよるし、その踏むパーツというか、ね、靴は靴で何足もあるし。そうですね、すごいよねそれ。めっちゃ大変そう。好きですかその仕事を。大丈夫です、大丈夫ですか、大丈夫です。面白いな。やべえ、あと30分しかねえ。あ、な、短えな。これね、1時間で切れちゃうので。あ、そうなんですね。そうなんだよ。インスタって1時間なんで、あと30分なんだよね。これ短えな。あ、すげえ面白かったな、今。なんかそういうのもいいな。なるほど。なんとなく、こう、作り方とか。フォーリーステージっていうのは、その、あれなんだ、これはそちらのスタジオの呼び名っていうよりも、共通した呼び名なんだ。あ、そうです、そうです。なんかそういうレコーディング、効果音とかをレコーディングするスタジオっていう感じの、はい、そうですね、日本だと大きいところだと東映さんや東宝さんや角川さんなどの、映画のスタジオの中に建設されていたり、うん、放送局だったらNHK さんとか、はい、
あとゲーム会社だったらあのカプコンとかもありますし、うん、あとバンダイナムコさんとかあの、うん、コナミさんとかいろんなところでボディステーションでやってます、うんうん、なるほどね。じゃあその中でちょっと本題なんですが、まあ、ゲームにもたらすその音楽と効果音についてなんかこだわりとかこういう思いでやってるとかあります？なんか音楽と効果音楽、うん、ゲームにおけるゲームにおける、うん、まあ、効果音でもサウンドでもゲームにおける、音社がもたらす効果音の差とかなら話しやすいですけど、音楽はどっちかっていうとプレイしてる人のこう、うん、エモーショナルな部分に、はい、働きかけることが多いかなと思って、そのゲームとかゲームに限らずコンテンツなんでもそうだと思うんですけど、うん、音楽はその人間のその心理状態に結構関与できる率が高いと思うんですよね、うん、で逆に効果音は情報にこうリーチする率が高いかなと思っていて、うん、もちろんまあ感情に訴えかける部分はゼロではないんですけど、その比重は圧倒的に音楽の方が大きいと思っていて、うん、逆に効果音っていうのはそのプレイしているところのこのフィードバック、手触り感というかボス入感とか、そっちに、大きく比重を持ってるかなっていうふうに思います。うん、特に最近のガンシューティング系の FPS って言われるジャンルのゲームとかだと、うん、インゲームでもはや音楽が鳴ってないっていうゲームも結構あるんで、それはなぜかというとそのエモーショナルな部分の情報よりも今どう敵と戦ってるかっていう方の、情報の方が、うん、ゲームの中で音の重要性が上なので、そこに音楽鳴られると邪魔っていう、うん、感じになってしまって、うん、昔はユーザーのコンフィグでこうメニュー画面とかで音楽全部してプレイしてたんですけど、今そもそもゲームプレイの始めと終わりだけ音楽になってて、戦闘中は一切鳴らないっていうゲームも結構増えてる。その中では効果音がすごく重要な役割を担っていて、どこから敵が来るか、今敵にダメージを与えたのか与えてないのか、今自分が食らってんのか食らってないのか、聞いてるのか聞いてないのかとか、うん、そういういろんな情報をもう瞬時にこう判断しなきゃいけないんですけど、それを全てバランスの取れた状態で今自分の聞きたい音をすぐ聞くっていうことができないといけないので、それがすごく難しいんですけど、うまくいけてると、はい、まあ、なんていうんですか、もう現実世界で自分たちが判断するようなぐらいそのゲームの中の音だけでいろんな状況が把握できる、自然と把握できる、自然と把握できる、面白い、ガンシュとはそんな感じだし、また全然 RPG だったら RPG で全然違う、うんうん、ホラーとかだったらまた逆に、うん、そういう情報を与えてあげることによって怖がらせるっていう、うんうん、音楽からのアプローチじゃなくて、今あっちになんかいるっぽいなっていうようなそういう状況で、それこそなんか足音で近づいてきたりとかっていう、そうですね、ですよね、あと無音を効果的に使ったりとか、今まで鳴ってたやつが急に音が何もなくなったりすると、違和感があって、うん、あれって言ってそういう表現をして自分も結構さ、ゲーマーでスーパーファミコンからずっとやってて、やっぱりその当時って今ほど効果音がなかった、それこそ歩く音とかさ、扉の音はドラクエとかあったけど、何かその何て言うんだろうな、その鎧のギシギシする音とかさ、金物がぶつかる音とかなかったじゃないですか、うん、そうですね、でも今は本当にそのドラクエとかもう言っていいのか、まあ、ドラクエとはなんかさ、戦闘になるとさ、すごい本当にさっきの剣と剣がぶつかるじゃないけどさ、そういうさ、鋼の音が当たり前になってる。で、それが今多分消えちゃうと逆に、そう、なんか違和感があるのかなって自分は今は思う。これって絵の進化と音の進化って、一緒にこう進化していったと思うんですけど、
うん、昔の菅波とかの時ってやっぱり絵がカートゥーンなんですよね。もういわゆる三等身ぐらいのキャラが、ゲームの中でどこどこ動いてるみたいな感じなんで、はい、キーフレームのこう切ったとか魔法打ったっていうタイミングの音だけで成り立ってたんですけど、うん、最近のゲームっていうのはもう、プレイヤーキャラクターの頭身も上がってきて、特に今今年それこそそのこの前出た、FF7 リメイクとか、うん、分かりやすいんですけど、うん、7リメイクと当時の7、うん、絵を見ると、昔のやつはもう三等身ポリゴンキャラで、うん、今のやつはもうちゃんと人間サイズで、フォトリアルで動いている、うん、でそっちで当時の7の音のまんまいってしまったら、うん、すごい音がスカスカであれってなると思うんですよね。絵がフォトリアルになればなるほど、ちょっとしたこういう絹ずれの動きとか、しょってるバスターソードの揺れる音とか、うん、そういう細かい音が入ってないと逆に違和感が、うん、確かに今聞いてて思った。で、当時のセブンの音だけだったら、多分今のプレイに合わせて当時の音だけを当てはめたら相当何も違和感だよね。そうだよね。そのディティールがあれだよね、細かくなればなるほど音が増えなければやっぱ違和感、見てる方の違和感がね。でその分昔は音楽の比重が高くて、その音が鳴ってなかった隙間を全部音楽が見てたんですよ。ああ、そうかそうか。だから逆にさっきの話じゃないけど、今度はその効果音の比重が増えてしまう、絵のクオリティが上がると効果音の比重が増えるので、音をもう鳴ると音楽がもう鳴るとちょっとうるさい感じになる可能性もある。そうですね、それもあるので、そこのバランスを取っていくのが、うん、この我々のファイナルミックスとかの過程でやっていく、うん、工程でやっていくし、そもそも、プリプロの段階で、このシーンはじゃあ音楽を出しましょうか、それとも SE 出しましょうか、ボイス出しましょうか、何を主役に置きましょうかっていう話をこう、うん、ランナーさんと詰めて、やっぱりでも今のゲームでもしっかり音楽を出すところは音楽を出すっていう演出をした方がいいと思いますし、うん、この前、リリースされたデス・ストランディングっていうゲームがあるんですけども、うん、小島プロダクションさんから出てるデス・ストランディングっていうゲームがあるんですけど、それはゲームの冒頭でプレイヤーがすごい広い世界をただ歩いて次の拠点まで移動するっていうシーンがあるんですけど、うん、そこで途中からもう完全に音楽だけなんですね。めちゃくちゃフォトリアルな世界観なんですけど、そう、歌物の音楽がワンコーラス、イントロからアウトロまでしっかり鳴って終わるっていう、ゲーム中で鳴らしっぱなし、音楽聴いてで終わったらまた普通に環境音とかプレイヤーの動きとかが普通に今までのバランスで戻ってくるっていう感じなんですけど、あれ見てすごい思ったのが、あ、すごい映画の冒頭のシーンみたいな。あるよね。俺も ドラマとか映画でそういう手法使うなって思った。結構今我々ってその絵がハイクオリティになってきた分、音を入れてしまいがちなんですけど、うん、逆に今だからこそ音を引いていって、そういう音楽だけをバンって出すとか、うん、そういうドラスティックな演出できるとすごいかっこいい演出になってたりとか。演出のとこで。うん、面白い。昔に比べてパレットにいろんな素材はブワーって載ってるんで、うんうん、あとはどれを出しますか、引きますかっていう、うん、そのところが重要な気がします。うんうん、そっか、もうね、まあなんつうの、出し尽くされてもいるし、いろんなそのやり方はあるので、その本当にその作品、ゲームの作品自体とかが何を求めるかによって合わせていくことが、引き出していくことが重要っていう感じなんだね。そうですね。ポケモン作るときとバイオ作るときは重要なポイントって全然違う。違うよね。どこにフォーカスしますかっていうところ、うん、その作品にもよるだろうし、クライアントさんの色にも、ね、よるよね、多分ね。うん。そしたら、はい、それで
戸惑う。戸惑う。すごい戸惑う。すごい戸惑って。あの、トントンの傾向としてはめちゃくちゃ音つけるんですよね。うん。あ、そうなんだ。すっごい細かいところなんで、めちゃくちゃボーって音つけて、つけていって、つけまくって、最後に、あの、調整で抜いていくっていうような。あ、そうなんだ。最初に埋めるんだ。そうなんです。それで育ってきたんで、うん、隙間恐怖症みたいな感じになってるんですけど。あー、なりそう。会話がないと、ちょっと不安みたいな。コミュニケーションで。うん、音楽で言うと、あの、自信がないと、あの、トラック数が増えていくみたいな、そういう。ああ、ある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 。あるある。すげえあるあるある。あの、なんか、勉強したての人みたいな感じですね。なんかね、あの、めっちゃ自信がある人は、ボーカル、ピアノ、ベース、ドラム、オンリーでドーンで OK みたいな感じだから、うんうん、どんどんトラック数増えていくみたいな。いろんなものを重ねるみたいな。ある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 。おかげでね、すごい細かいところが見えるようになったよね。なった。逆に他の、タイトルの方では、あの、重視してるポイントが全然違ったりするんで、うん、あの、逆にそこまで全然つけなくてよかったり、うん、逆につけないで、つけてるところをめちゃくちゃ、あの、個性的な音を入れていくっていうようなスタイルだったりとか、うん、もう本当に人それぞれというか、会社それぞれタイトルそれぞれ、うん、へえ、面白いね。同じ音なのに、ここまでね、結構違うと思う。あとやっぱり映画とか、CM とかのタイトルとかでもまた考え方が全然違うんで、それはそれで面白い。うん、そうだよね。そしたらね、ちょっと待ってね、やばいな、時間がないな。いろいろ聞きたいことがあって。そもそもお二人に聞きたいんですけど、一人ずつ、はい、この音楽というかこの業界を目指したきっかけみたいなの目指したきっかけ、私そもそも、うん、入社試験の時に話したんですけど、カプコンに入った理由がですね、あのね、ブレスオブファイヤーというゲームを作りたくて入ったんです。懐かしい。懐かしいでしょ。3までやったよ、3まで。すごい好きだな、もも先生とか大好きで、もうボイス入ってるとか超感動して、うん、で、あ、入ってる、ね、このゲーム熱いと思って、カプコンに、よし、こういう風に、ちょっと、なんていうの、新しいゲームとして、新しい取り組みをしていくのがカプコンだなと思って、入ったきっかけが一番やっぱサウンドデザイナーとして入りたかったっていうかな。うんうんうん、あとはそこからはもう純粋にそのツッコンで過ごしていくうちに音作りってところがやっぱ好きだったので、そこを伸ばしていこうと思って、うん、今に至るという感じです。その音大で出会ったじゃないですか、うんうん、根本的なその音楽との音楽に興味があってそこに行ってるわけですよね。私音大に入ったけど、もともと録音に興味があって。ああ、そうだよね。そうだそうだ、入ったので、どっちかっていうとなんかマイキングとか、うんうん、そっちの方にこだわってた。やってたもん、だ、録音やってたね。ベリンガベリンガ言ってましたもんね。ベリンガ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 めっちゃ48秒とか思ってた。ポッチ押すやつ買ってました。赤ポッチ押すやつ超懐かしい。安いやつね。そうそう、 DA98 とかで回してたもんね。ましたねで、なんかの夏音かなんかで、あのテープ型になんかやってコンビニに買いに行くっていう。テープまだツールストアが安定しなくて、ライブの最後まで安定して録音が回せなかった時代めっちゃトラブってた気がする10年前ね、約10年パワーブック、パワーブックやDA98 回しつつも、横でパワーブックでプロツールズでも回してる。回してるっていう。でもその、やっぱ問題でもその、もともと今につながる録音じゃん、さっきみたいなさ、なんか、効果を取るような。そうだね、そうそう。その、そう、もともと私音楽、音楽作れない人だ。その録音のきっかけは、ブレスオブファイアってことでいいのかな？録音のきっかけ何だったんだろうな。うん。なんか、高校の部活動って。あ、私演劇部やって、うん、それでなんか演技とかが好きだったし、
声優とかも好きだったし、うん、でそういうなんかあのアニメとか映画とかの業界もいいなと思いつつも、でもなんか行ったんですよ、大学を卒業した時ぐらいにアルバイトみたいな形でアニメの会社にアルバイトでちょっと現場見させてもらって、うんうん、ちょっと違うなと思ってやりたいことはなんかこうではないなみたいなあでも多分まあ見た会社あの一社だったんで、うん、そこのイメージで入ってたんですけど、でそこでそういえばもうゲームももともと好きだからゲームのところも 見てきてって感じで、はい、ゲーム会社になったああそうなんだね、もともとだからそういう、音楽っていうよりかは音の方に声とか、うんうん、演技するとかの方にあったかなっていう、うんうん、です、はい、じゃあ続いて北村くんはもともと音楽というかね、うん、僕は音楽に興味を持ち出したのはいつなんだろうな、中学生ぐらいで、ギターで遊び始めたくらいですかね、でやって、当時プレイステーションにあのカナデールというソフトがあって、あった懐かしい、ポチポチなんかあの曲打ち込んで遊んでたっていうのが、うんうん、高校生入るか入んないかぐらいでやってて、で、高校の時はずっとバンドとかやってたりして遊びつつ、裏で、当時のまだ、後ろに VST ってついてた頃のキューベーシス VST ってやつで、DAW で、曲作ったりとかいろいろしていて、で、漠然と、なんていうか、自分の能力的にそのいわゆる大学どこ行くって言われて音以外で自分の進路ないな、それってポジティブな意味でも消去法な意味でもどっちの意味でもそっち以外ないなと思ったんで、でいろいろ調べてで本題行ったんですけど、で最初はシンセサイザーを2年間ずっと習ってたんですね、はい、マニアックな先生についてシンセサイザーを習ってたんです。懐かしい、懐かしい、結構これ石川君の師匠あ、そう結構これ僕の転機だったの今につながる転機だったのと思っていて、シンセサイザーってそのアナログシンセってそのパッチングしていくんですよね、こういろんな音のソースになるオシエーターからフィルターにつないでアンプにつないでみたいな感じでこうパッチングしていくんですけど、そのパッチングの考え方がすごいだんだん腑に落ちてきて、でそれでつないで変なことするのがすごい楽しくなってきて、でそれで大学2年があっという間に過ぎ、でその後八重樫と同じく僕も録音とか PA とか PA は録音とミックスをやりたいなって思ってて、でそれは並行してその裏で自分でも曲作ったりしてたんでミックス上手くなりたいなっていう気持ちもあったし、うん、音ネタもっとよく取れるにはどうしたらいいのかなっていうのがあって、で、録音の先生につきでいろいろ教えていただいて、でその流れで行った、AES オーディオエンジニアリングソサエティっていう学会みたいなのがあるんですけど、ね、うん、あの音響の学会があるんですけど、そちらにちょいちょい顔を出していたら、うん、ある日行った時にあのカプコン の当時 の室長と僕の後の上司がプレゼンしてたんですよ、はい、それめっちゃ面白くて、後の上司めっちゃ面白かったですよねちょっと前後関係逆かもしれないですけど、そんな時期にちょうど就活の時期がかぶったので、うんうんうん、現場社に運命やなと思った。そうそうそうすごいな。当時裏で初音ミクで曲作ったりとかしてたんですけど、それはそれで面白かったし、ユーザーのフィードバックとか、そこそこ売れたんで、いろんな反応とかもあって面白かったんですけど、片や7万本の世界で片や数百万本の世界なんで、やっぱりそのフィードバックが世界から来るんですごい、
その後も、あの、なんていうか、やってて、面白いですね。はい、そして、この前はついに1600万ですよ。すごい。世界で。もはや意味がわからない。すごいよね。それだけ多くのね、方々にね。国境を越えてね、人種を越えてやるもんね。自分の音が聞いてくれてるっていうのはすごい。すごいよね。おかげでね、多言語もすごいけれども、うん、うん、やった甲斐あるって感じするよね、ちょっとね。そうだよね。海外行った時とかにやっぱり向こうの人とかと話しててね、結構これ作ってたんだよみたいな話をすると、うん、おおってなる、そうだよね。本当カルチャーだもんね、ゲームとかね、特にアニメとかそういうものはね、本当にね。うん、そうちょうどいい。種にしとるのか。しとるのか。いいよね。それこそ言葉が通じなくてもね、それやってたっていうので、本当ね、感動するよね。へえ、そしたらね、もうちょっと終盤、早いな、終盤になるんだけど、お二人は学生時代からこう、ね、一緒だったじゃないですか。そうですね。で、今もさ、これ夫婦でやってるわけじゃん。で、子供もいてさ。で、この、寝てるんだよね、今ね。そばでね。今からさっきからね、ずっとそこでチラ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 見てる。トントントン。これ、なんかさ、普通だったらさ、ずっと一緒にさ、もう長年さ、いて、しかも仕事場も同じなわけだからさ。そうですね。仕事とさ、その家庭の両立って、まあね、2人一緒に聞くのはあれだけど、どうですか？大変ですか？基本的に僕が超好き勝手してる。ガイガスさんが神フォロープレイをしてくれる。すごい。そうですね、完全なるマスターとスレイブみたいな。奴隷になって。わかりますこの感じ。じゃあもうあれもご飯とかもわざわざ、ご飯はそこで食べるの？家に帰って食べる？あのね、ご飯はね、もうそれぞれです。もうそれぞれ。僕も嫁も、そうです、ね、子供もみんな別。うん、あ、そうなんだ。僕は時期によってはもうプロテインしか摂取しない。本当にね、すごかったよね。なんかセブンのサラダとささみだけとか、うん、こういう生活だったので、八重樫は八重樫でもう何も食べないとか、うわなんで料理をするときは子供のためだ。そうだから子供のこの量を作るのめちゃめちゃ大変っていう。へえー、すごいな。それぐらいは外でみんな食べるよねみたいな。一緒に食うのは外食の時ぐらいかな。うん、そうだね。結構じゃああれ、深夜まで仕事をやる感じ、やっぱり。もう、うん、このコロナ騒動になってから、こっち逆転してるぐらい。一日のサイクルが完全におかしくなりましたね。それはあれ、時間が、できたっていう感じもう、ね、区切り目がなくなっちゃったんですよ。前までは、僕、定期的にジムに行く人なんで、コロナ禍にそのジムに行く時間を絶対死守してたんですけど、うん、今それも行けなくなってしまったんで。そうかそうか、出れないからね。だからもうぐったぐたです。これすごい広いんです。朝の6時か7時になって2時ぐらい起きてみたいな。うん、だから子供がいるから子供の、でももう子供ごとでも結構ちょっと遅くなりつつある。若干ね、やっぱやめたほしい。すごい。寝かすとき怒ってるもん。体調崩したりしないの？その食生活とかで大丈夫？平気やね。なんだろうね。いや、腸内環境に気をつけて。あ、そっか。そうだね。まあ、免疫力をつける。腸がね、大切だもんね。確かにね。炎症を起こさないようにしとけばね。免疫力をつけることが、何に対しても大事ですよね。筋トレすると免疫力落ちるんで、それをサポートするように免疫力を強化しなきゃいけないっていうのは数年前からちょうどやってたんで、ちょうどよかった。ちょうどよかった。これに備えてたんかな。
え、八重樫さんの方はなんかそうある、なんかこのコロナで気をつけてる北村くんみたいにあの筋トレをするとかさ、え、うん、ある、なんか気をつけてる、逆に特に合わない。そう、八重樫さんも結構人に会ってないよね。うん、もう徹底だよね。行くとしたらコンビニの買い物か、うん、スーパーのコンビニ、あ、コンビニじゃない、スーパーの買い物か、うん、家の前で子供を外で遊ばせる。え、家は近いの？スタジオから近い。2分です。あ、2分なんだ。あ、めっちゃ近っ。え、そっちはさ、ちょっとあれだけど、東京って人どう、歩いてないの？もう、ね、あの場所によってるんですけど、うん、今繁華街はもうガラガラで全然人がいないんですけど、うん、逆に郊外の公園とかすげえ人いるんですよ。へえ。ああ、ちょっとあの車でバヤってちょっと外行った時に、うん、あのこう江戸川沿いの河川敷とか、はいはい、あとどこだっけな、あとニュースで見たのが、うん、ちょっと郊外のやっぱり広めの公園とか、うん、そういうところにもう中にこもっていられなくなった人たちがたくさん出歩いてる感じ。ビビリキですね、うん。まあでも、もともと政府の発表もさ、散歩とか健康維持のためのジョギングはいいですよってもう言っちゃってたじゃん。ちょっともう緩い、うんうん、まあ、だからまあ、OK なんでしょう。いや、もう遊具は嫌です。怖いです、公園。そうだね、怖いよね。うん、怖いと思う。マスクなんて捨てられるタイプじゃないじゃないですか、みんな。うん、そうだね。あとは手洗いうがいかな、うん。でも手洗いうがいめちゃくちゃするようになった結果、今年花粉症がめっちゃ楽ですね。今日ね、なんか少ないってみんな言ってるよね、なんかね。なんか少ないのもあるし、手洗いうがいとマスク絶対してるっていうのを、うん、例年以上にめちゃくちゃ徹底してるんで、うん、なんか、マスクしてない目とかも僕結構花粉やられるんですけど、なんか全然今年楽。うん、効いてるね。うん、それではあと2分になってしまったんですが、早いね。早い。ちょっといろいろ聞きたかったね。最後に、もしこの仕事が、まあ、なくなったっていうか、まあ、仕事しなくてもお金が、まあ、ある状態になった時に、どうしますか？もっと好き、まあ、例えば、また好き、もういや、ああ、続ける感じ、今の仕事を。うん、それってお金が無尽蔵に使えるっていう感じのイメージですか？てか、あれじゃん、あのさ、人によってはさ、なんか、なんつうんだ、お金を稼ぐために働いてる人って多いじゃない？そうですね。そうなのか、そうじゃないのかみたいな感じ。お金があってもやるみたいな。楽しければやるか、一定のラインがあるんですよね。生活のための絶対防衛線と、うん、それ以上 の、 好きでやってるラインがあって、うん、このラインを下回らなければもうずっと、うん、好きなように、突き詰めていろいろ作る仕事を、うん、多分やり続けてる、うん、ですけども、そのラインを下回り出すと急にアクセク働き出しますね。まあ、現金には勝てません。うん、そしたらその現金がもうあるんであれば、あるのであれば、尽きないというか、うん、あるのであればより通常だったらコストの関係で、やらないようなより突っ込んだこととかをどんどんやり出します、ね。ああ、それは今の仕事でやるっていう。今の仕事でも、なんか興味持ったことがあったらやると思います。なるほど、ね。一時期トレーニング飯を出す店を、筋肉食堂みたいなやつを、もっとジムがあるところの日韓ジムとかの付近を作ったら、もっとフランチャイズ展開したら儲かるんじゃないかなみたいな。考えうん、全く別ジャンル。そういうことね。そういうなんか本当に思い描いてることをこの
今のサウンドのこと以外にもこう展開していきたいっていうことね。まあなんか面白そうなことが面白いよね。八重樫さんはどうですか。私ですか、うん、何でしょうね、私にそれを聞かない方が八重樫さんそうなんですよ、私無趣味な人なんで。あ、そうなんだ。八重樫さんから仕事を取ったら無になる。そうなんです。だからそうかそうか、仕事人間生きがいなんだね。虚無なんだろうね、人に尽くすのが好きだからかな。あ、だからスレイブなんだね。作ってくださいって言われたら喜んでやるんで、多分他のことでもなんかやって、八重樫さんだったらやってほしいですって言われたら多分何でもやる、うん、そうかそうかそうか。そういった意味でも人ね、2人とも性格が違うからね、それがなんかお互いにいいかもね。お互いに主張し合ってたらね、多分成り立たないだろうしね。こんな長く同じ、そうなったらまあじゃあじゃあみたいな、別とこ行くわ。ありがとうございます。多分もうすぐ多分切れるので、本当にちょっと再会を喜びたかったけど、ちょっとお手間になっちゃったら、もう10、お二人と会うのはどうもね、もう10年ぐらいぶり。そうですね、だ本当にそうだよね、その大学の時以来だもんね。なんか二人の大学の人とこうやって喋ったの結構何年、あれ話してんの、石川くんとは話したか、それ以外は、うん、なるさんめっちゃ太ってましたよね。知ってる知ってる、そうそうそうね、なるさんそうなのよ、すごかった、もうすごかった、モーションが変わってた。そう、あれはあれはって言っちゃって、可愛らしかった、こうやってあるそうそう、全然ね、ほんと40何キロしかなかったのにさ、体重が今2倍だもん。2倍、あんななんかもうショタキャラみたいな感じ、ねえ、可愛らしかったすごいよねそう、俺も何回か卒業後にさ、専属に行って映像撮ったりして、うん、編集とかやったりね、していたんだけど、変わったよね、大学も。めっちゃ変わりました。近未来だと思ったのが、どん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 いろんなものが立ち、思い出が壊されていったりとか。あ、6号館はもうないですからね。ないですよね。ね、いろんな人も多分変わったんだろうなとか。ね。今も学生たちは学生たちで楽しそうにやってます。うん、あれ合ってる？なんか当時のその友達とか。合ってます合ってます。てか今合ってるんだ。してる人もいます。うん、へえ。あ、前場くんとか。あ、そうですそうです。さっき前場くんなんか手振り合いこう。すごいね。そうか。でも都内にいるとそうか。みんなそっちにいるのか。都内結構。そうですね。うんうんうん。矢部ちゃんとかに歌詞とかもね。うん、そう、歌詞の。わ、懐かしい。KZ のご夫妻。あ、やってるやってる、いいね。息子が娘ちゃんと同い年だから。家族ぐるみなんだよね。なんか乗ってたもんね。すごい。すごいね。あ、あと10秒でした。そしたら、本当に二人と会えて、急に節目で、二人と会えてよかったです。健康だけにはお気をつけて。はい、また話しましょう。